本当にできるんだろうかと、そういう気持ちでいっぱいでした。しかしやらなければ J3 にすらいられないという使命感のもと、もうやるしかないという決意を腹をくくりましてですね、飛び込んだ次第であります。よく清水の舞台から飛び降りるという表現がありますが、今こそその言葉を感じたことはありません。J リーグからこのクラブがなくなってしまうっていう、本当にそういう危機感というか直面した時に、非常に大きな問題だなって感じましたし、僕らとしてはサッカーだけじゃなくて選手の立場からですけど、ちょっと模索してチームのために何かできないかっていうのを考えてやってきました。今から私どもを納めた、この施設に納めたのは26年前、です。で、そこからですね、今回新たな方針ということで、まずは弊社で、この事業に関わりたいという一心、がまずありました。で、やっぱり今回クラウドファンディングという形になります。普通は一般の工事で受けるものであって、クラウドファンディングという形での受注は初めてのことでした。で、そのクラウドファンディングで支援された方に迷惑はかけたくないなというような思いが強くありました。とかプレッシャーですね。それは感じました。今やっとこうやってついて、やっとここまで来たかなというような感じです。照明を実際回収していくのに必要な調査っていうのは、2020年から2021年に大体完了して、実際にその技術的な課題っていうのはいくつかあったんですけど、それもですね、2021年の秋ぐらいに本音解消をして、静岡県さんと協議の課題を公表して動き出しができることになりました。ちょうど1年前にアスルクラロさんとですね、もう打って出るしかないということで、これをピンチだけど、これをチャンスにしてみんなでやろうということで動き出しました。で、その時は全く1億円集まるかどうかっていうのは分からないながらも、今こういうふうにここまでたどり着けたっていうのはすごくありがたいと思いました。僕自身はこの、取り組みっていうのは、アスルクラロがこの地域になくなってしまったら困ると思って、将来の沼津とか静岡県等では絶対に必要な存在だと思っていたので、なんとかこのプロジェクトを完結させるという思いで、関わりを続けるために今立場を変えてアスルクラロとして日々動いています。まず皆さんの思いにどうやって応えていくかが大事だと思いますし、僕らは勝って愛されるクラブではなくて、愛されて勝っていくクラブを目指していますので、この東部地域だけじゃなくて多くの皆さんに協力していただいた思いをどうやって返していくか常に考えながら行動していきたいと思いますし、選手としてグラウンドでピッチで全力で熱い試合をすることがまず僕らに今一番できることだと思いますし、 J3 初年度2年目いい成績を残した、でも今はなかなかいい成績を残していない、僕らがやはり上位に優勝争いに常に関わっていくことができれば、ここまで直前になって J3 ライセンス J リーグに残るかどうかっていう部分にならなかったかもしれないですし、もっともっと選手が食らいついて上位目指して優勝争いして前向きな追い風になれるようにさらなる思いでやっていかなきゃいけないと強く思ってます。で、常日頃選手を支えて応援していただいているという思いが強く感じますし、これはもう規模ではなくて思いとか行動とかそういった部分の皆様からの地域からの愛を感じますし、それがいい意味で選手との距離感であったりクラブとの距離感が近く身近に感じられる素晴らしさと感じてますので、もっともっとその思いに応えたいし、もっともっとこのクラブの良さだったり
大事にしているものをまず沼津市東部地域に広めていきたいと思いますし、今の規模をもっと大きくしたいですし、もっとその輪を太く大きくしていきたいなと思ってます。もう本当に毎日のようにですね、私も気になっていたところだってございます。まあ、これの結果次第によってはということもいろいろありましたのでね、ご指摘いただいたようにですね、企業版ふるさと納税という意味においては、沼津市以外のに本社を構える会社の皆さんからですね、本当に多額の金額をですねご寄付していただいたり、チームのですねサポーターの皆さんからもですねご支援いただきました。また沼津の場合はラブライブサンシャインの聖地ということで、ファンの皆さんがですね非常に関心を持っていただいて、なんとかこちらの方の正面問題が解決したのかなと改めて心から感謝を申し上げる次第です。今回のですね多くの方々のご支援ということを見ますと、やはりアスルクラロ沼津に対する期待の高さ、これがですねまさに現れだと捉えさせていただいているところでございます。やはりその選手の皆さんが活躍する姿っていうのは、この沼津市民だけではなく、この地域の皆さんにとってもですね、やはり時として勇気、そういうものをですね受け取ることができたり、感動もありますよね。でやはりアスルを応援している小さなお子様、もう子どもたちにとってもですね、やはり憧れの存在、このような形になると本当に考えているところでございます。アウェーの試合においてですね、沼津という名前が関してあるわけですから、そういう点では沼津であったり静岡県東部地域の、まあ、ある意味においての PR 活動になりますし、僕ら沼津市がいろいろと取り組まさせていただいていますウィズスポーツ、このような取り組みにもですね大きく貢献するものと考えさせていただいています。やっぱりアニメファンの人たちが ものすごい応援しに来てくれたっていうのはすごく大きかったと思うんですよ。そもそもサッカーとかあんまり関わらなかった方々が多かったのかなと思うんですよね。だけどアスルクラロ沼津って名前がついていて、キャスターの皆さんがね来ていただいて、じゃあ自分たちも応援しようみたいな話になってたじゃないですか。ああいう流れっていうのはものすごい素晴らしいなと思ってんですね。という意味においてはやっぱりアスルクラロ沼津が持っているコアな部分にあるその魅力、こういうものがね間違いなくあるんだと思うんですよね。もう親身になってもう自分のことによってのようにですね応援するっていう、そういうあの雰囲気、あれはね本当に素晴らしいなと考えさせていただきました。またアスルクラロ沼津さんはですね、これまでも、取り組んでいただきました青少年の健全育成であったり教育の面であったり、また観光振興とかですね地域の福祉大いに活躍していただきたいなと、そういうふうに考えているところでございます。施設基準というのはございまして、大きく我々の前に立ちはだかっておりました。アシタカを回収しなければ J2 のライセンスはもらえません。そこで沼津静岡県とも協議して、その時に言われたのは、やはり県内4つのクラブがありますので沼津だけやるわけにはいかないというふうに言われてしまいました。せっかく5万8000人に上る署名も集めたんですけれども、そこで一旦頓挫してしまいました。また照明につきましては一番高額なものだということと、いろんな規制値をクリアしなければ問題がありましたので、その辺の調整がなかなか進みませんで、結局これだけ時間かかってしまったということです。2017年に J リーグに参入しましたが、その時からこういう基準の問題はありました。ただ施設が25年を経過しており、だいぶ古い施設でもあります。こういう問題、それぞれ一つ一つ静岡県とも調整して、沼津市にも中に入っていただいて、それを調整する中でこのように多くの時間かかってしまったことは本当に申し訳なく思っております。我々規模のクラブにとりましては非常に大きすぎるぐらいの目標値だったと思います。しかし2月3日に始まりましたクラウドファンディングでは、2200人に上る多くの皆様から4000万円という大きな金額が集めることができました。地元の沼津の方だけではなく、他クラブのサポーターや沼津に縁のある方々、そういう方々から本当に温かい言葉をいただきまして、非常に感謝している次第でございます。また企業版ふるさと納税におきましても、いろんな方からご援助いただきまして、これも本当に助かりました。小さなお子様はお小遣いを持ってきた例もあります。そして最後には
沼津市におきましても、足りない分を議会の協力、主に寄重市長の協力を得まして集めることができました。そして10月3日に着工して約1ヶ月でこのように素晴らしい照明がつきましたことは本当にありがたいことで、本当に皆様に感謝申し上げたいと思います。本当に今までサッカーと縁のない人たちも、沼津で育ったから沼津へ寄付するとか、沼津を訪れて非常に心癒される場面があったので寄付をしますとかですね、いろんな意見があったんですね。ですからこれを機にいろんな方に沼津を知ってもらえたこと、これは非常に喜ばしい限りで、少しでも足を運んでみますというコメントまでありました。これは非常にありがたかったですね。私は他のクタクラブのサポーターだけども、やっぱりいてほしいからサッカー界を盛り上げようということで、いろんな方からご寄付いただきました。これがサッカーのつながりなんだって、温かい、これがサッカーの力なんだと改めて思い知った次第です。就任して5年8ヶ月になります。しかし3年目からはコロナに見舞われてしまいました。これは私どもスポーツクラブにとっては非常にきつい問題でした。ただここでなんとか照明を設置することができました。第1ステージはクリアしたと思っています。次の第2ステージ、これからはこの光り輝く照明は未来を照らすステージだと思っております。スクール生1600名ほどおりますが、この子どもたちが将来明るい地元の期待の星になるようにアスルクラブとしては頑張っていただきたいと思っております。私は後任にはその未来を託したいと思っております。静岡、清水出身で、静岡に育ててもらってサッカーに育てた人間として、やっぱり静岡にはサッカーで他の地域とは違うなというところを見せてほしいなという思いは強くあります。4クラブ、今 J クラブありますけれども、このアスルクラブも静岡を代表する日本を引っ張っていくようなクラブになっていくように、週末皆さんで引き続きいい作品を作っていただけるように頑張っていただきたいと思います。 J リーグもしっかりとサポートしたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。こんにちは、アスルクラロ沼津全力応援マネージャーの藤木由紀です。まずは J3 のライセンス取得おめでとうございます。本当に私も嬉しいです。またね、来年も皆さんと一緒に全力で応援していきたいと思います。今年も本当にたくさんね、応援させていただいて、インスタライブでは前日配信なんかもやって、サポーターの皆さんも本当に見に来てくれて、もうとっても嬉しかったです。こう皆さんと一体化できて一緒に応援することが本当に楽しくて、今年たくさんの試合ね、いろいろもう泣いたりとか笑ったり、皆さんいろんな気持ちになったと思います。私も、東京でね、本当見ながらもういろんな気持ちになって、そしていろんなことをアスルクラロ沼津から学んで、もう本当にね、また来年ももう楽しみで今から仕方ありません。なので皆さん来年も一緒にぜひ応援しましょう。よろしくお願いします。そしておめでとうございます。